レーシングドライバー土屋圭一、5万円のサニーで富士フレッシュマンレースに挑んだ峠の走り屋は、チェッカーの彼方にある夢を追い続け、いつしか世界の舞台で輝いていた。彼の走りはどんな時でも諦めない 100% 攻めの走り。ポジションは関係ない。熱いバトルが見る者の心を次々と奪っている。プロデビューから22年、その数えきれないほどの走りは、土屋圭一がプロドライバーとして貫き通したレーシングスピリッツが流れ続けている。日本屈指の高速サーキット、富士スピードウェイ。開場35年を迎えるこのコースは、昔から内外の主要レースが開かれる一方で、明日のレーサーを夢見る者たちにとって、プロへの登竜門として古い歴史を持つ、富士フレッシュマンシリーズの舞台でもあった。高校1年ぐらいだと思うんだけれども、高速道路もなくて、50のホンダのダックスでみんなで富士スピードウェイまで行ったのかな。だから8時間ぐらいかかったのかな、長野から。で、初めてレース見て、でそれが国さんだったんだよね。国さんが箱スカだったと思うんだけど、ヘアピンで見てて、でドリフトして回ってったのは国さんだけっていう。ガンさんとか北野元さんとかいたと思うんだけど、覚えてたな、国さんだったな、その頃。1971年、土屋は69年から72年まで続いた箱スカ GTR による伝説の50連勝の一コマを見ていた。雑誌ではいろいろ見てたけど、実際にだから富士スピードウェイでレースを見たのは初めてで、ものすごい衝撃的で、もちろん F1 も知ってたけど、 F1 よりもそのハコスカ GTR がカウンター当てて走ってく姿の方が俺には100倍かっこよく見えたかな。ただもうその1回きりだったね、高校の時はね。でもその1回はものすごく俺にとって印象的で、思い出に残って、バイクの方は見てるけど富士スピードウェイが頭の中に。過ごした高校時代が終わり、土屋は再び富士を訪れる。高校卒業してからだと思うんだけどね、卒業してから免許取って車乗り回して、峠で結構走って、18中か20歳ぐらいの時かな、見に行って、まあ、先輩に連れてかれたんだけれども、その先輩の長野の先輩に連れてかれて見に行ってみたら、1位から6位ぐらいまではうまかったよね、そのフレッシュマンレースでも。でそういう中で、あ、なんだ、俺でも6位ぐらいになれるかなと思っちゃったよね。こうなったら止まらない。土屋はハイタイヤで5万円のサニーを購入してフレッシュマンに単身乗り込んだ。しかしデビュー戦じゃないんだよね、本当は。だから1978年なんだよね、俺のデビューっていうのは。77年にエントリーはしたけれども、前の日の土曜日にひっくり返って終わってるから、レース当日にはいないわけだよ。だから本格的に出たのは1978年からだよね。甘かったね。78年、仕切り直しのデビュー戦は30台中9位。その後も表彰台はおろか入賞すらできない。それに加えてレースにはお金がかかる。そこで行きつけのスナックからはマイレース4万円、近所のショップからはタイヤの支給と、
当時としてはありがたい援助を自ら取り付ける。しかし1年間は何も結果を残せなかった。だから最初の1年間っていうのはレースに出て、自分のレベルで世の中を見ちゃうわけだよ。人間ってさ、何にも知らないやつってそうなの。だから初めてのもの、初めての経験っていうものは全部自分の中の物差しで測っちゃうから、人がどういうエンジン使ってどういう足回りを使ってなんて分かんないわけだよね。日産レーシング、パーツっていうものを買ってきてつけて、エンジンは解体屋から拾ってきてオイル交換だけして出るっていうのが俺の中では当たり前で、1年やってみて初めて入賞してるやつってみんなエンジンオーバーホールしてるってことに気がつくわけだよ。で気がついて、で自分でやっぱり先輩とエンジンオーバーホールしたりしてやったんだけど、やっぱり素人なんだよ俺らって。フレッシュマンのワークスってあるわけよ、その小畑園芸だとか倉田自動車だとかっていう UI 産業とかっていうすごいチームがいっぱいあって、そこにはとても対抗できるような車じゃないわけで、俺が作った車って。でも車で対抗できないんだったら腕でそいつらを食えないかなって俺は思うようになってきて、峠だったね。峠を本当に1週間に10日走るっていう。土屋はかつての箱須賀伝説に憧れて買ったスカイラインで開けてもくれても峠を攻めた。するといつしか峠では土屋に勝てる者がいなくなるほど腕を上げていたのだが、レースでは勝手が違った。マシンのハンデを腕でカバーしようと奮闘するも、もはやテクニックの問題ではなかった。そんな時、参加台数が280台ぐらいになったんだよ、サニーの110レースっていうのが。その時にもう俺は予選落ちしてやめようかなと思ってたので、1000か2000休んだんだよ。で富士スピードウェイにグランドスタンドから見てて、すげえ悔しいしさ、なんかこいつらムカつくなっていう目で見てたら、そのいつも1位2位3位ぐらいまでに必ず入ってくる倉田自動車の倉田さんが俺に声かけてくれて。倉田自動車といえばフレッシュマンの世界ではトップチーム。自動車修理業を専業としながらもエンジンチューンには絶対の自信を持ち、その速さは誰からも恐れられていた。それまでに俺はやっぱり入賞するかクラッシュするかどっちかだって土屋は言われてたっていうね。ただ自分で作ったエンジンだから、それは速いチームはみんな知ってたわけで、そういう中で倉田さんが何やってんだよっていう話になって、いやもう金もないし俺が作ったエンジンなんかどうせ予選も通んないしっていう話になって、倉田さんがじゃあうちのエンジン積んでみるかっていう話で、金払わなくていいんだったら積みたい、じゃあテストでよかったら積んでよかったら半額でいいって言われて、半額、まあ忘れちゃったけど、とにかく乗せてもらったんだよ。乗せてもらったらいきなり3位になっちゃったのかな、3位か4位ぐらいに。でそれからだよね、その最初の金っていうのはまた夜も昼もバイトしながら稼いで、そのエンジンの金払ってそのエンジンを1年間使うんだけど、こうして名門チーム入りを果たした土屋はレースデビューから実に6年念願の初優勝を飾る。優勝を経験した者は早くなる、これがレース界の定説。土屋もその言葉通りめきめきと頭角を現し、110サニーの後各カテゴリーで活躍、文字通り倉田のエースドライバーへと成長する。そして83年、 KP61 スターレットで初のシリーズチャンピオンを獲得する。で初めて倉田さんが、じゃあこのチャンピオンカーを売って86を来年からやろうっていう。で俺はもう欲しくて欲しくてしょうがなくて、乗りたくて乗りたくてしょうがなくて、そのスターレットのチャンピオンを取らないと86は与えてくれないっていうふうに倉田さんに言われて、何が何でもチャンピオン取る、だから一つも落としたレースはなかったと思うよ。それでチャンピオン取って初めて86を手に入れて乗った時はね、今の車で言えばね、なんだろう、フェラーリの F355 みたいなもんかな、もう次元の違う車、その時代でもう突出してて
すごく完成度が高くて1600のくせに本当にその1600のパワーを常にそのクロスミッションぐらいに刻まれたギアが常にこうマックスパワーを出してくれるっていうさ。フレッシュマンに新しく仲間入りした86のレースで見事デビューウィンを飾った土屋だが、彼がテクニックを磨く舞台は相変わらず峠。勝利の後もまだ雪の残る峠へと通い、そこである男と出会う。女神湖で俺たちが雪山走ってたのね。で俺たちは地元じゃ一番速いグループだっていう自負があって、でその頃は 240Z とか、昔のシルビアとか結構速かったんだけど、ある日突然その赤い品川ナンバーの KP がね、俺たちの横をピューッとこう抜けちゃって、ピューッ、なんだあれみたいな感じで。こうして知り合った2人、当時のエピソードを聞いてみよう。1週間ぐらい毎晩練習したんじゃないの、横になる練習横に乗ってさ、あいつはそうじゃねえとか言われて、だって横になんねえもんこんなスピードじゃんとか言ってさ、とにかくハンドル切って荷重が移る、でそこでシフトダウンするんだろ、そうすると車が横になるだろってこういうわけだ。だけどそれってシフトロックだろうと俺そう聞くんだけど、いやシフトロックはそうじゃねえと、シフトロックはラリーヤが使う技術だと、俺はラリーヤじゃねえと、俺はレーシングドライバーだからラリーヤが使うような古速な手は使わねえって言うんだけど、どう考えてもあれシフトロックなんだよね。いまだにそういう話はね、俺土屋ともするけども、あの時のあの説明は絶対にシフトロックだと、で未だに言うけどね、あれは違うってね。デビュー戦をぶっちぎりで勝利し、同じクラスには敵のいなくなった土屋。彼はライバルを同じニューマシンとして当時混走していたクラス上のスカイラインターボに絞って戦いを挑んだ。スカイラインにはどうしてもかなわないよ。86でも RX7 でもかなわないの分かってても、クラスが違うんだけど納得いかないんだよ自分の中で。 前にいるって自分より前にいることが納得いかない。負けるの分かってるけど、コーナーでもしかしたら勝負できるかもしれない、並べるかもしれない、並んだら抜けるかもしれない、ただ雨になったらそのパワーを使い切れるかどうかっていうのが大事になってくるんだよ。だから俺は雨になったら絶対勝ってやる、雨になったら下手すればクラス違いの上のクラスを周回遅れにしてやるっていうつもりで走ってたしね。その言葉通り、ドライでは勝負にならないスカイライン相手に雨では互角以上のバトルを展開、上のクラスを食うこともしばしばあった。そしてこの年、土屋は86による伝説の6連勝を達成。2度目のシリーズチャンピオンに輝いた。どうすればパワー差のあるライバルに勝てるか、その答えが重いマシンの隙を突きブレーキングを遅らせて前に出る技、峠で鍛えたテクニックが実を結びドリキン誕生。そして訪れたビッグチャンス。連勝中の土屋圭司選手のヘアピンだとかで1コーナーを見たんですね。そしたらすごいドリフトしながら綺麗に曲がっていく。で車も機械だから機械をうまく御してるなっていう感じがあって、あこれはすごいなとこう思ったのが最初だったんですね。やっぱり彼が喋ってるものの言い方と生意気なものの言い方と実績っていうかな、実際に運転車を御する凄さと、そして非常に人の言うことを素直に聞くっていうこの3つで、この人には何かあるなっていう感じがあったんですね。あと一つは自分で仕事をやってたんですね。徹夜してきてたんです、長野から。だから目は真っ赤で、もう本当にこれ後がない感じでやってましたんで、その真剣さがすごかった。そういうところに惹かれたんですね。こうして土屋獲得に動いた水野だが、残念ながら土屋圭司さんは少し年を取ってた、ですから促成栽培をしようとこっちも焦った部分はある。
でも選択としては水野さんは全日本選手権の F2 に出ろっていう、出ろっていうか乗んないか。本当に私自身から言うとモータースポーツっていう通りスポーツですから、そのスポーツの中で一番シビアなハンドリングマシンっていうのはやっぱりフォーミュラーカーで、セットアップの力だとかなんかが非常に試される。86っていうのは素晴らしいマシンだけど、フォーミュラーカーとは違っていじれるところの場所が非常に少ないんですね。そういう意味ではフォーミュラーカーっていうのはどこでもいじれて自分の好きなようなマシンにできると、そういうことから言うとフォーミュラーカーに早く乗った方がいいよと、年を取ってることもあるからということで誘ったんですけど、彼は嫌だっていう返事をして、俺の中でのプロってね、そのすごいなっていうプロって箱なんだよね。いろんなレース見たけどやっぱり箱とツーリングカーにしか興味がなくて断るんだよな。今考えればもったいなかったなと思うけどさ。フォーミュラーを断った土屋に回ってきたのは、この年から始まった全日本ツーリングカー選手権、通称グループ A レースにベテラン鈴木圭一選手と組んで出場すること。箱が大好きだった土屋にとっては願ってもないチャンスであり、しかもマシンは乗り慣れた86、気合が入らないわけがない。しかし実際にレースが始まるとマシントラブルでリタイア続き、いいところを見せたい土屋には不完全燃焼が続く。だが迎えた最終戦インターテックでは見事クラス優勝を果たし、プロ1年目で表彰台の真ん中に。しかし土屋はプロとして認められたからこそ手に入れたシートを自ら破棄してしまう。チーム監督から言われたたった一言で。ドレスト禁止。でも圭一さんはお前のその走りは速いからやめるなって言ったよ。でも俺に金をくれるのは圭一さんじゃなくて土屋春夫さんなんだよ。ドリフトできないんだったらやめる、別にプロじゃなくていいやっていう。なんだろう、ミュージシャンでもいるじゃん。俺友達にミュージシャンいっぱいいるけど、別にテレビに出て歌ってなくたってこういうライブハウスで歌っててすげえプライド持ってるやつもいるし、そういう類じゃない。俺がつまんねえんだから見てるやつはもっとつまんねえだろうなっていうさ、自分の中のわがままだと思うな。こうしてフリーとなった土屋だが、横浜ゴムとのパーソナル契約は続行。プライベートチームで活躍する一方でアドバンの土屋が定着していく。しかしそんな土屋にもたった一つだけ心残りがある。その頃はね、口にも出さなかったね、悔しくて。乗りたくても乗れないんだから、乗りたくて乗りたくても金いらないから乗せてほしいなっていうぐらい、グループ A よりもすごい車だったからね N286 は。ただその当時の俺には順番は回ってこなかったよ、シートは。もう本当にその頃の職人だよ、その頃の職人しか乗れなかった車だよ。だからもう憎らしくてしょうがなかったよ、そいつらが。俺だって乗れるっていうのはあったけど、誰もその頃の俺になんか乗せてくんないし、まあ、憧れなんてもんじゃないよ多分、富士スピードウェイスポーツ走行。フレッシュマンが練習に励む場にこの日ひときわ目立つマシンがあった。さあ、ここは富士スピードウェイです。まあ、僕がですね、富士フレッシュマンレース、まあ、サニーの110から KP、 そして86、グループ A と乗ってお前なんか10年早いって言われたのがこれですね。これが僕が憧れの、N286。 畜生、今日は夢を叶えたいと思います。十何年ぶりだこんなスポーツ走行は。ここに並んでたね昔ね。ピット周りは新しくなってもスポーツ走行のコースインは昔のままのスタイル。なんか今度の GT のやつ、
これ？いやこれは全然違う。あ、違うか。懐かしいでしょ。懐かしいね。懐かしいよ。果たせなかった夢を今現実のものとする。ドリキン大満足のまま2周目。実はこの86、ご存知の読者も多いはずの別冊40の86スーパーテクニックで登場したマシン。当時の仕様と比べればエンジンこそフォーミュラアトランティックの 4AG を使用しているものの、その他はほぼ昔のままに作られている。今回は土屋選手の夢を叶える目的で TRD の協力のもとこの富士を走らせることができた。わずか2時間だが、土屋にとって楽しく貴重な時が流れていく。めっちゃ楽しいな。素晴らしい。いやもう大満足だよ。もうやっぱもう最高だな。これに乗らないとなんかこう俺の人生の中でなんかこう抜けてるところがあるな。これに乗らないと。もう、満足満足。もう大満足。
85年に登場した N286 レースはそのあまりにも高いランニングコストからわずか2年で幕を閉じた。年は変わって87年、土屋はシーズン途中からビッグスポンサーとともにグループAに復帰。しかし結果は準備不足がたたって満足できず、そんな時ある人物が土屋の元を訪れ、彼にまたチャンスがやってきた。マスコミが土屋に注目し始めたのだ。オプション2の臨場みたいな本でね、土屋啓太の特集やろうかなと思って連絡したんだよね、それでこのちょっと一冊の特集みたいなのを決めたいかなと。でそれで中野に会いに来たよね。やっぱりちょっと目から鱗だよね。俺たちもこういう関係してるから、車のレースも知ってるし、いろんなものしてるし、いろんなね見ても来てるし、大体分かってるつもりだけども、やっぱ現実的にやっぱりそのサーキットじゃなくて、その峠下りなんかをね、あそこまで染め込んでね、プレスを出してくるっていうやつはね、そういう今まで見たことないからね。だからすごかったよ、だからやっぱり、まあなんとか新しいなんかこうスターの登場だった感じでしたね、だから丸ごと一冊土屋啓一っていう本を作ってから、ものすごく俺が売れちゃったのかな。だからそれがきっかけでいきなりレギュラー7本ぐらい増えちゃったんだよ。こうしてジャーナリストとしての活動を本格的にスタートした矢先、一本のビデオテープが元で土屋に事件が起こる。俺は仕事って割り切ってたので、仕事だし好きな走りができて金がもらえるっていう、だから悪いっていう感覚はないわけよ。撮影で上から下まで止めてるんだから。こう僕が土屋啓太の特集なんか作ってね、もうすぐね、やっぱ土屋啓太そういう風にして本も出たもんだから有名になっちゃって、ますますねすぐで問題になったわけで、やっぱりレースの関係でその走り屋の競争みたいになってると、もうライセンスは取れるぞと、そういう問題になったんだ。すぐ JAF が土屋にライセンス剥奪を迫ったのだ。どうするんだと土屋がいつも話してね、あいつは自分が峠走ってること悪いと思ってないから、別にもうこれでも取れるんだったらいいよと、俺は別に悪いことしてないと、ね、そう言ってたんだけども、じゃあレースはどうするんだと、ね、レースはやっぱりやりたいと、じゃあどっちか取るしかないだろうと。それでそのまあ土屋啓一を使ってた雑誌何しかあるからね、そいつらと話してね、そのライセンスの処分の問題をいわゆるもうあのね、押し戻してもらうような署名運動でもしようかと。普通だったらやっぱ臭いものには蓋でさ、俺知らねえよ、そんなやつ別にどうなろうが俺の知ったこっちゃねえやって生きてくのが東京だと思ってたしね。そういう中でみんなが俺を助けてくれたっていう、だからあの時に俺はライセンス永久剥奪にならなくて、そのじゃあこれからは峠はやりませんって、サーキットで走りますっていう誓約書を出して一件落着したわけだけれども、あれは稲田大二郎がいなかったら俺は今この業界にもいないと思うよ。本当に俺は大ちゃんのおかげで、そのジャーナリストだとかレーシングドライバーだとか一石二鳥の仕事をあの人のおかげで今もしてられるよね。こうしてレーサーとジャーナリストという2つの顔を持つ今の土屋啓一のスタイルを確立したのである。ライセンス剥奪の危機を免れた土屋は、久々の FR 車 BMW M3 を買ってグループAに参戦。最強のワンメイクミラージュカップでも活躍。シリーズ上位入賞者だけが招待されるマカオグランプリで初のコードレースを体験。翌89年にはグループA念願のクラスワンへとステップアップを果たす。さらに箱の頂点にステップアップした土屋が新たな挑戦として選んだのがフォーミュラーカーの全日本 F3 選手権。ライバルには黒沢拓也、影山雅彦、服部直樹など、
現在のトップフォーミュラーで活躍するそうそうたるメンバーが参加していた。中でも思い出に残るレースがこのスゴF3、CSAC、ミラージュカップとトリプルエントリーの土屋はその全てに入賞という快挙をやってのけた。また6月に行われたハイランドの F3 ではポールポジションをゲットするなどフォーミュラーカーにおいても非凡な才能を見せた。90年チームを移籍した土屋は和田隆夫とコンビを組み再びグループ A のプラスワンを戦った。映像はその第一戦、乗りに乗っている2人だけに優勝候補の呼び声も高かったが、2人の前に立ちはだかったのは予想をはるかに超えた強敵。17年ぶりにサーキットへ帰ってきた R32GTR だった。決勝が始まると2台の GTR は怒涛の快進撃を続け、なんと2台揃って全車をラップ遅れにする勢い。結局土屋はリタイア。シーズンを通しても最高位は3位がやっとで、1年にわたり2台の GTR の後陣を廃した。しかし翌91年、土屋はついにこの史上最強のツーリングカーを手に入れることになる。富士スピードウェイで箱須賀 GTR を見て以来、 GTR に魅せられ誰よりもこよなく GTR を愛していた土屋。そんな彼がおよそ20年の時を隔てて、ついに R のステアリングを握る時がやってきた。宇宙船に乗った感じかな。 F1 なんて目じゃない、本物の GTR だったっていうこと。俺の中でね、俺が高校生の頃見た、15歳の時に見た衝撃的な GTR と同じものが 32GTR にはあったっていうこと。その時代の常にダントツの頂点にいる車だった。コンビを組んだのはベテラン高橋健二。チームは国内では最強のプライベーターとして知られるタイサンと横浜ゴムのジョイント。マシンのカラーも土屋にとっては懐かしいアドバンカラーだった。成績は6戦中4回の表彰台を経験するもシリーズ5位。そしていよいよ土屋圭一の黄金期を迎える。土屋が少年時代に見た憧れのドライバー高橋国光との出会いである。あの時富士スピードウェイで国さんが操る GTR の華麗なるドリフト走行に魅せられて以来、土屋の心の中にはいつも国さんがいた。若くして結婚した土屋は長男にも国光と名付けた。その国さんと一緒にいる土屋圭一、プロになって初めての緊張である。夢にも思ったことないね、国さんと同じステアリングが握れる。国さんの影が薄れてって、俺はもしかしたらこの人をダメにしちゃうかもしれない。それともっとこう自分の血がもう煮えたぎるようなレースをしたい、勝ちたい。こういう理由かな、俺がチーム国光を辞めたのは。やはりレーシングドライバーっていうのは一匹狼だと思うんですよね。まあ確かに、まあ僕とケイちゃんと組んで一台の車に乗ってたりするけれども、自分の場は自分だと思うんですよね。一匹狼だと思うんですよね。とても残念だったことは言えない気がするよね。けれども、うん、これはケイちゃんのためにも、まあ、なんていうんですか、いろんな今後の日本のモータースポーツのためにもいろんなことをやってもらうのもいいなというような気がしましたね。土屋圭一、この時40歳。国さんの元を巣立った土屋はまた新たな挑戦を始めた。再び自分自身が乗りたいいろいろなマシンを経験する。
このシーズン土屋に目立った成績はない。しかしそこには昔のようにハングリーな土屋圭一がいた。そして98年、土屋は AE86 以来10年ぶりにトヨタと契約。ワークスドライバーの一員としてトヨタのルマン戦略車 TS020 のステアリングを握り、自身5回目のチャレンジとなるルマンを走った。参戦を続けているナスカーで初めてのオーバルレースにも挑戦。アメリカの風を肌で感じた。そして国内の GT 選手権にはスープラで参戦。開幕戦の鈴鹿ではドライバー交代後にミラクルな追い上げを見せ3位優勝。その後も表彰台の常連となるものの、チャンピオンはあと一歩のところで逃してしまった。しかし今土屋の走りが再び熱さを取り戻している。国さんと組んで走ったグループ A、 RX7 で挑んだ JSS のバトルのように、土屋圭一はまだまだ我々に見せてくれるに違いない。天才じゃないよあれは。もう本当に、金型、お父さんの金型を工場を手伝ってた金型工みたいなもんで、あとは峠のただの走り屋さんが一生懸命努力してなろうと思って、うまいドライバーになろう、うまいいいレーシングドライバーになろうと努力し、真夏に峠走るのにもね、俺たちは窓全開で T シャツかなんか着てんのに、セーター着てね、で真夏に着るようなジャンパー着て窓を閉めてヒーターガンガンに焚いて、で一晩中走るわけですよ。お前変わってんねとか言って俺たちバカにするんだけど、やっぱりグループ A やってる頃にね、その自分が体力がなくって、車から降りた時にね、脱水症状になって倒れちゃったっていう、でそういうことが悔しかったらしくって、一夏それやってたよね。土屋圭一の人間っていうのかな、ね、結構こう真面目だし、一見真面目だし、しかし遊ぶのは遊ぶし、そしてまあいろんなもの本音で言えるし、ね、まあ、そういう人間性みたいなものも好きになったよね。自分が要するにステアリングに握ったら 手放すまで完全に 100% 集中しちゃうんですよ。ですから逆に僕はすごくちょっと心配なところは、体力がね、そこまで人間の限界を超えてしまう恐れがある。その時に危険、危ない思いをするようなことがあっては困るなと、今それ一番心配してるんですけどね。なあなあが嫌いなだけで、メーカードライバーになるのも嫌いなだけで、一匹狼っていうのも変だけど、実力で世の中を渡り歩いてる、それがたまたまメーカーが違っただけっていう考え方かな、俺の中では。俺早いドライバーと組むのすごい好きだから、速いドライバーと組むことによってまた新しい発見があって、自分が遅かったらそれを速くしようとする。速くならなかった時、多分自分の中で1秒近く離されたら俺はレーシングドライバーをやめる。俺の中でレーシングドライバーっていうのは人生の何年か何十年かの中で階段の何段かで、執着心はないよ。いい時だけはやってる。そのいい時を目いっぱい頑張ればいいんであって、自分でも分かんないけどね、このまま平行線だとかこのまま落ちていくってことは絶対にないことだけは約束できるよ。俺はもっともっと上手くなりたいし、もっともっと勝ちたいし、そのためにいろんなことを考えてる。平行線もなければ下降線もないよ、俺にはね。もっともっと上手くなって、もっともっとすげえ走りして、
もっとトップ争いしてみせるよ。99年5月スーパー耐久鈴鹿ラウンド、そこにはルマンへ向けてポール・リカールでテストを終えたばかりの土屋の姿があった。世界制覇をも視野に入れる土屋がなぜ今 N1 なのか。あまりにもなんかこう俺を支えてるファンとは違う車かなっていうのをこの頃感じてきて、 N1 に乗ったらもっとみんなに対してアドバイスができるんじゃないかな。今俺がやってるレースってなんかすごくかけ離れちゃってて、みんなにアドバイスするにしてもあまりにも次元が違いすぎる。だからそういう部分で N1、 まあ初心に戻るっていうのも変だけど、もう一回 N1 に乗って、 N1 ってどうだったかな、みんなが乗ってる車ってどうだろうな。もちろんアルテッタっていうのは遅いし、遅いけど遅いなりに楽しみって必ずある。俺はもうスターレットの頃もサニーの頃も嬉島やってた86の時も速い車いっぱいあったけど、遅い車は遅い車で一生懸命走ることをしなきゃいけないし、そういう走りのアドバイスが N1 じゃないとできないかな。土屋とコンビを組むのは折戸学。土屋が国さんに憧れてレースを始めたように、折戸も土屋に憧れてこの世界へ飛び込んだ一人。走る姿勢というか、すごく走ることが好きじゃないですか、土屋さんって。普段でも自分の車で走ったりとか、そういうところがやっぱ勉強になりますよね。で、ダビも負けないっていう走ってる時の強い気持ちだと思います。だからやっぱりルマンとか行っても速い走りをできるんじゃないかなと思います。僕はだからちょっとでも土屋さんに近づきたいというかね、土屋さんが通ってきた道を俺も通ってみたいみたいな。俺はそこであいつに教えていかなきゃいけないのは、お前よりもタイヤ使わないよ、お前よりもブレーキ使わないよ、でお前よりも速く走ってみせるよ、でなおかつ速く走るだけじゃなくてタイムをずっと並べてみせるよ。あいつはそうやって俺の背中を見て学んでったらいいと思う。バカは学ばない。あいつがバカじゃないとしたらそれを学んでって、全く俺と同じ走りが1年後にはできるようになるんじゃない。アキラがそうだったようにね。時代は変わり、今度は土屋が目標とされる番。ピアノを置いといてくれて、僕がいくら弾いたって生き物にはなんないんだけど、ピアニストの本当の上手い人が弾くと、このピアノが生き物みたいになる。同じようにバイクでも車でも上手い人が乗るなり、フレッシュマンでも俺はこのコーナーが得意なんだっていうところを本気になって攻めると、その時車は生き物になるから、そこを見てる人が必ずいると思うんだよね。だからそういう意味ではまずは練習、それから怠らない練習っていうのかな、それから素直であるっていうことと、あとは自分の得意なコーナーとか得意な車とか得意なハンドリングをどっかで見せつけることだ、ね、ドライバーに、必要な特別な筋力っていうのがあります。アクセル踏むだの、ブレーキ踏むだの、クラッチ踏むだのに、どうしてもその足のこういう速い動きと、それを繰り返し強くできるようなトレーニングで、具体的にはまあ、ゴムをこう足に引っ掛けて蹴っ飛ばすみたいでもいいんですけどね、最大筋力を上げようとかみたいな運動はいりません。中くらいの筋力を持続的に出すトレーニング、これが肝ですね。金がないからやめてくやつっていうのは、ただかっこよくて始めたやつらだから、それはそれでいいと思うんだよ。俺は青春の中でこういう時代があったなっていう。ただ俺みたいにバカになっちゃうと、金なんかなくたって夜昼働きゃいいや、4時間も寝りゃいいやっていう、本当に好きなやつってそういうことなんだよ。レースをやるっていう、金がないからやめるっていうのは格好だけで入ってきたやつで、だからそういう地方でいいポジションについたら、今度は鈴鹿や富士に行って、そういう本当にフレッシュマンのプロがいっぱいいるから、そういう奴らに認められることだろうね。いい車に乗ってもダメなやつはダメだし、そのダメな時に10位にしかなれない車で6位になることがすごく大事だし、6位にしかなれない車で4位になることがすごい大事なことなんだよ。それを繰り返してたら必ず声はかかるよ。努力じゃねえかな。 50% のセンスと 50% の努力だと思う。の努力で
俺はね、センスってね、70% ぐらいになると思ってる。土屋圭一、元峠の走り屋。現在、日本を代表するレーシングドライバー。土屋圭一が走った富士フレッシュマンレースへ君も挑戦しよう。昨年より名称をチャンピオンレースに変更したシリーズの今後の予定はご覧の通り。シリーズには豊富なカテゴリーが用意され、そのレベルの高さは全日本レベルのドライバーを数多く輩出していることからも証明済み。今回ドリドリが走ったスポーツ走行のライセンスは免許証があれば誰でも取得可能なので、まずは君も富士へ走りに行こう。